はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井叡王対菅井八段の叡王戦第3局のハイライトやらせていただきたいと思います。この将棋は2点3点の凄まじい逆転の決着となりました。6八玉、4二銀、7八玉と先手が藤井叡王で居飛車、後手が菅井八段で三間飛車の出だしとなりました。で、7七角に8二玉、8八玉、5二金左、5六歩、4三銀と進みまして、相穴熊の展開となっていきます。5四銀に6六歩とついて、ここで端歩は付き合っているんですが、菅井八段9二香車と囲っていきました。藤井叡王も7八銀から銀冠にするような手はあるんですが、9八香車と付き合いまして、9一玉、9九玉、8二銀、8八銀で相穴熊が完成します。で、7一金、7九金、7四歩、6八金と、ひたすら王様の近くに金銀を寄せ合っていくという手順になりました。そして菅井八段、ここで4二飛車と工夫の一手が出ます。将来的に4五歩から4筋を攻めていこうという手ですね。なかなか3二から4二にこのタイミングで寄るのは見かけない筋なんですが、菅井八段温めていた研究所だったでしょうか。この4二飛車に対して藤井叡王は考えた末に2六飛車と浮いていきました。これも一見意味が分かりづらいんですが、非常に機敏な一着です。例えば後手が何もしないでいると、3六歩と突きまして、1五歩なら3五歩同歩と4六銀みたいな、右銀を繰り出していくような恐ろしい攻めを見せております。ということで、菅井八段としてもこの2六飛車から次の3六歩から3五歩同歩4六銀という手に対して4五歩と強く角道を開けて受けに回っていきました。で、藤井叡王は3六飛車と回っていきます。これに対して金上がるか銀引くか、左右の歩をどうやって受けるのかというのが課題なんですが、4三銀と引いていきました。そして7八金寄ると指していきます。菅井八段は4四角と出て、2六に飛車が戻れないように牽制していきました。ただこのタイミングで4六歩と突いたのが、これがまた機敏な手で、若干居飛車ペースの中盤戦となっていきます。以下同歩に同飛車か同銀か難しいところだったんですが、実戦は同銀と繰り出していきました。で、菅井八段も手薄になった左辺から7五歩同歩7六歩とくさびを入れまして、6八角に6六角と出ていきました。そして藤井叡王は5七銀と引いていきます。ここで7五の歩を取る手もないことはないんですが、非常に、例えば7五の歩を取ると2六飛車と回られて、2四歩からの攻めが非常に受けづらいと、こういった恐ろしいトラップもありましたので、菅井八段は7五角ではなく3三角と引いていきました。そして藤井叡王は4六飛車とじっと飛車を活用していきます。これも渋い手ですね。次、3六歩から3七桂馬と活用する味があります。そして菅井八段は6四歩と突いていきました。そこで藤井叡王は7四歩と強く突き出していきます。将来的に7三に打ち込んで非常に強力な拠点となります。で、実戦はここから菅井八段が4四銀と上がっていきました。対して4九飛車と先に飛車を逃げまして、そこで6三金と菅井八段が拠点の歩を除去しに行きます。そして藤井叡王は3六歩と突いていきました。7四金と取る手は金が上ずってしまうので怖くないということですね。そして菅井八段4五歩と冷静に抑えていきます。実戦はこの4五歩に対して藤井叡王が8六角という面白い手を指していきました。以下、菅井八段が7四金と歩を取りながら角を圧迫するんですが、そこで3五歩とまた意表の一着を放っていきます。これ同銀と取る手も有力なんですが、ちょっと銀がそっぽに行ってしまって、かなり使いづらい格好になるので、実戦は同歩と応じました。AI は同銀の方がいいとは言っていたんですが、やっぱり実戦的に同銀となると後手が勝ちづらい形になるのかなというところですね。で、実戦は以下3四歩と打ちまして、2二角に2四歩と藤井叡王が攻めていきまして、わずかに藤井叡王が指せそうという展開になっていきました。
以下同歩に対して実戦は6六銀と上がっていくんですが、ここで菅井八段が指した5四歩という手が非常にうまい手で、再び少しだけ後手に流れがいくという展開になっていきました。ちなみにここでは単に6九飛車と回って6六銀だけではなく、いきなり6四角とバッサリ行く手も見せていれば、むしろ先手が少しだけ有望だったという展開だったようです。実戦は6六銀に5四歩が素晴らしい攻守ですね。で、2三歩は3一角と引かれてしまうので、藤井叡王は強く7五銀と攻めていくんですが、8五金6四銀に8六金同歩となりまして、これで先手としては駒損以上に8七の急所の地点が開いてしまったというのが非常に痛いところで、若干後手がさせそうな展開となりました。で、菅井八段ここから2八角と打っていきます。2八角では6六歩と垂らして、次の6七歩成同金5八角を見せつつ、将来的な6九飛車に備えると、そういう手も非常に有力でした。実戦は2八角の銀と香の両取りに6九飛車と味よく回っていきます。以下1九角成に6三銀成と銀を単身突っ込んでいきました。そして菅井八段はここで6二歩と受けていきます。6二歩のところでは7七香が非常に有力な一着で、これなら飛車と馬が非常に受けによく効いておりまして、若干後手ペースと、さらに先手の8七に開いた穴が非常に大きく、若干先手ペースという展開だったようです。ごめんなさい、若干後手ペースという展開だったようです。実戦は6二歩に7二歩が急所の一着で、再び先手がさせそうな形勢となりました。今言っているだけでも2点3点してますね。で、そしてこれで6三歩7一歩成の取り合いはまずいと見た菅井八段、6一金と1回かわしていきます。で、藤井叡王はここから4三歩と鋭く切り込んでいきました。取れば6二成銀と取れるということですね。ただここで菅井八段さすがの一着を見せていきます。これが4一飛車です。これがすごい手でした。3二金と打たれて危なそうに見えるんですが、仮に3二金は、6三歩4一金で、この時一瞬後手玉が硬いので、7七香車取って攻め合い一手勝ちが望めると、という辛抱遠慮な一着ですね。ということで4一飛車が攻守で、以下6二成銀に対しまして6四香車と菅井八段が逆襲していきました。これで以下6五歩に6二金と成銀を取って、若干後手ペースの中盤戦となっていきます。そして6四歩と伸ばして6三歩成を狙った手に対して、菅井八段が凄まじい一着を放ちます。これが5三銀ですね。6三歩成は受かってないんですが、2二の角の利きをスーッと先手玉に通す素晴らしい攻守、これで遊んでいた角が輝き出しまして、若干後手ペースの戦いとなっております。以下6三歩成に7七銀と絡んでいきました。7七銀では一発6八歩を入れてから打つ手もあったんですが、これも厳しいですね。で、藤井叡王は同桂と取りまして、同歩成に同銀と応じていきます。ここで同金と取ると、同角成同銀に先ほど空いたこのスペースに8七桂と打たれて、これは運動手の桂が入って後手が優勢となるんですが、実戦は同銀と取っていきます。そして以下7六歩8八銀に6六桂と打っていきました。ここで仮に金をかわしますと、6三金5二銀に6七歩同金5八桂成と、そういう展開で後手が一手勝ちになりそうと、そんな展開でした。またここで6二と取って7八桂成同金7七金7九金となると、7八金同金にもう一発7七金と打って、これは完全に千日手模様となってました。先手も金か銀打って、ベタベタ金銀打ち合いで千日手しかないというところですね。ということで、もうすっかりこれ、千日手になるかなと思って見ていたんですが、なんと1分将棋の藤井叡王がズバッと同飛車で勝ちに行きました。これびっくりしました。ただこれがあまり良くなかったようで、同角で菅井八段が優勢となっております。
この6六桂の時点ではもう先手が不利になりたくなかったら、6二とからさっきの手順で、千日手に持っていくしかなかったと、そういう結論になっていたようです。で、実戦はここでズバッと同飛車同角6九香車と藤井叡王が切り込んでいくんですが、8八角成同金寄る7七銀が強烈な踏み込みで、後手がはっきり優勢、パーセンテージで言うと 80% 以上ですね、優勢となりました。藤井叡王としても何か誤算があったでしょうか。で、7七銀に8九金引くと引ければいいんですが、この場合は8七に開いた穴を8九馬と桂を取ることによって次の8七桂の詰めろを見せられて負けになってしまうんですね。先ほどから再三申し上げているように、穴熊のこの8七地点が空いてしまっているのが先手にとって非常に痛く、後手が優勢となっております。で、実戦は8九銀と、辛抱していくんですが、実戦はこの8九銀に菅井八段が4九飛車と打っていきます。これ厳しいですね。7八金打ちとがっちり補強していきます。この辺の粘りもさすがでした。なかなか見かけない穴熊になっています。以下同銀ならず同金寄る7七金と打ちまして、8八銀と藤井叡王ががっちり固めていきます。で、ここで菅井八段に6八歩という怪しい着が放たれまして、同香と取る手が非常に有力だったようなんですが、藤井叡王は同金上がると、香車を残して取っていきました。そしてここで菅井八段の方に幻の決め手が生じております。実戦は同金と取ったので同香と取って、一旦後手がチャンスを逃すという格好になったんですが、ここで6三金とと金を払う手がありました。これが厳しく、以下5二角と飛車と金の両取りをかける手があるんですが、6七歩と打って一手勝ちという状況ですね。例えばこれ取ると6九の香車を拾われてしまいますし、また6三角成とすると6八歩成同金同金同香7八金と絡んで、これは後手が明白な一手勝ちとなっていきます。ということで、ここでもし、6三金とと金を払っていれば5二角に6七歩がありますし、また他の手でも後手玉が固くちょっと取り付くしまものない状況になってしまうので、やはり後手が優勢だったという状況ですね。菅井八段一瞬のチャンスでした。実戦は同金に同香で形勢ほとんど互角となっていきます。以下2九飛車成と桂馬を取りまして、ここで藤井叡王が2二角とまた怪しげな一着を放ちました。1分将棋の藤井叡王本当に強いですね。藤井叡王が1分将棋になった時は菅井八段がまだ30分以上残していたんですが、じりじり菅井八段が持ち時間を削られ、なおかつ形勢も接近していくという形になりました。1分将棋でこれだけ追い上げられるのは本当にすごいですね。以下実戦はここで菅井八段が9五歩と端を狙っていくんですが、これが緩手で逆転模様となりました。ここでは6三金と強く取ってしまって、同香成に7七金という非常に指しづらい好手がありまして、これなら後手の一手勝ちだったようです。一例として取って取って取った時に6五桂と打てるっていうのが、6三金同香成を効かせた効果ですね。まさに肉を切らせて骨を断つという凄まじい踏み込みがありました。ただやっぱりそうですね、守りの金を6三金と捨てて香車釣り上げて6五桂っていうのはめったに見たことがない手筋なので、コンピューターならではの一択なのかなと思いました。この9五歩に対して藤井叡王が7一歩成という勝負手を放っていきます。これもすごい手ですね。単に6二との方が結果的には良かったようなんですが、7一歩成、様々な狙いを秘めたすごい手でした。仮にこれ、同飛車だと6二と金と金を取って次に7一の飛車に当ててしまうということですね。ただ結果的にはそこで同銀同香成8九竜同玉7七桂というすごい技がありまして、同銀同歩成といきまして、これでギリギリ一手勝ち模様という、仮に同金だと8七銀とか恐ろしい寄せがたくさんあったということですね。ということで、
これはわずかに後手が勝ち模様となっていたようなんですが、まあ、実戦でただこんなすごい手順を指せる人はおそらくいないだろうなということで、菅井八段同飛車は6二とで飛車に当たって負けと見て9六歩と取りました。で藤井叡王は8一とと急所の桂馬を剥がして同飛車に9三歩と打っていきますが、同香に8五桂と端から逆襲を試みていきました。でここから菅井八段ほっとくと9三桂成から逆に端攻めを食らってしまいますので、9七桂打ちと端攻めを止めつつ次の8九桂成の詰めろをかけていきます。で藤井叡王はここから7九歩ではなく7九桂馬と受けていきました。まあ、これもまたすごい手ですね。あえて歩ではなく桂と高い駒を使っていきました。歩を残しておいた方が後手玉の攻略に役立つと、そういった非常に深い読みとなっております。でここから菅井八段は6九竜と金に当てていきました。ただこの6九竜があまり良くなかったようで、ここでは一回8九桂成同玉を利かしておかないと危なかったようです。ただ実戦は6九竜に9二歩同玉9三桂成同銀、ここで9七銀、これがぴったりの一着となりました。完全に逆転でございます。藤井叡王の凄まじい粘り、凄まじい勝負手連発で菅井八段相手にまさかまさかの大逆転となりました。以下同歩成に同香と取った手が9三の銀に当たっていて厳しいですね。さらに2二の角がよく効いてまして、いつでも8八角成と成り替えれる格好なので、見た目以上に先手玉が硬くなっております。以下9四歩に8五桂と攻めて攻守が完全に逆転しました。で菅井八段放っておくと厳しいので8四銀打ちと打っていくんですが、そこで9三桂成同銀に6二とと強く踏み込んでいきます。でそこで指す手が難しくなった菅井八段は8五桂と歩の頭に打っていきました。ここではもうすでに何を指しても先手が勝勢だったんですが、8五桂はすごい手ですね。でこれほっとくと香車が取られてしまいますので、まあ、同歩と取っていくんですが、そこで8六桂馬と空いたスペースに打ち込んでいきます。まあ先手に桂があったら8五桂って結構よく見かける筋なんですが、桂も持っていないのに、まあ、ただただスペースをこじ開けるためだけの桂打ち、これも菅井八段さすがの一着でした。でただ同歩8六桂に対して8八金打ちと藤井叡王を手堅く埋めていきます。これで先手からこれで後手から思わしい攻めがなくなっておりました。以下9八金同銀7八桂成と迫っていくんですが、藤井叡王は7二銀と詰めろをかけていきました。これが次8四桂からの詰めろで非常に厄介な一着となっております。例えば7九成桂とかやると8四桂という攻守がありまして、これで詰み筋となります。仮に同歩なら8一銀ならずとしまして、同玉7一飛車9二玉に8三金同玉7二飛車成、こういった詰将棋のような詰み筋がありました。他にいろいろ手はあるんですが、いずれも詰みとなります。まあ、ということで7二銀が詰めろなので8二飛車と辛抱しまして、さらに8四桂藤井叡王が迫っていきました。これもすごい手ですね。で同歩で8三地点に穴を開けてから7八金と冷静に取っていきます。仮にこれ同竜と取ると8三金同飛車同銀成同玉7五桂と打ちまして、7四玉には6五金8五玉8六歩同玉9六飛車と打って、2二の角が効いてて7七に行けないので8五玉8六香まで持ち駒1枚も余らないすごい詰みがありました。1分将棋でこれを読み切っている藤井叡王って本当にちょっとやっぱり1ランク2ランク違いますね。すごすぎます。まあ、ということで絶妙の桂捨てから成桂を取られて、同竜だと8三金から詰まされてしまう後手は9一桂と仕方なく頑張るんですが、7五桂と打って、8三金からの詰めろをかけられまして、7三金でとうとう攻め駒を使い果たされ捨てられてしまいました。そして藤井叡王ここから8九金打ちとかで全然勝てそうだったんですが、なんと8一金と決めに行きました。
もう7八の金は堂々取ってくださいというすごい手ですね。で、菅井八段も指す手がなくなって7八竜と取っていくんですが、ここから鮮やかな21手詰めに仕留めて藤井叡王の勝利となりました。その初手がまず9一金ですね。以下同玉に9二歩と打っていきます。同飛車は8一金で詰むので同玉なんですが、そこで8三金と打ったところで菅井八段無念の投了となりました。投了図以下は同金同桂成同飛車同銀成同玉7五桂と打ちまして、7四玉に、6五金で詰んでます。8五玉に8六香車と打ちまして、同玉に8七飛車ですね。で、同竜同銀と取って7七地点は角が効いてますし、9七玉は9八飛車で詰みで、王様引いても8六飛車まで詰みということで、いずれも詰んでおりますということで、やられてしまうことが分かりました。なので8三金に対してじゃあ9一玉と引いたらどうするのか、これも見ていきます。これに対しては8二金と取ります。仮に同玉と取ると8三飛車と打ちまして、9二玉には8一飛車成まで詰みです。同金も同桂成から簡単ですね。ということで同銀と取る手が一番厄介なんですが、これに対しては9三香車と一つ離して打つのが好手で、合駒すると8一飛車で詰みますし、同銀も7一飛車と一つ離して打って王様をかわして8一飛車成で、詰むと、こういう手順がありました。ということでこの8三金で詰みを読み切った菅井八段の投了となりました。一局を通して本当に見事な見事な藤井叡王の大逆転勝ちでした。菅井八段としてもチャンスがあっただけに非常に悔やまれる敗戦だったでしょうか。これで藤井叡王が貴重な2勝目を挙げまして、2勝1敗と菅井八段をリードしました。もし敗れていれば先手番を落としてさらに角番に追い込まれるという非常に苦しい状況になっていただけに、大きな大きな逆転勝ちだったんではないでしょうか。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。